のメインイベント、ちゃんとキッチンペーパーで水気をよく拭いてください。じゃないと身がちょっと何ですかね、だれてきちゃうので。さっき買った水菜です。これをただ切って、あとネギも入れて、家で余っていたし、めじじゃない何これ、えのきです。えのきも入れていきたいと思います。あとはお昆布で出汁を取っといて、水菜とおネギと豚肉の豚バラを入れて、ポン酢かめんつゆでいただきたいと思います。じゃあレッツクッキング。どうしました一応考えてきたんですけど滑ってますね。ネギさんは後ほど使うので斜めに切っていきます。中の青いところは切っていきたいんですけど、ここは朝ごはんの納豆に使えます。来ませんか。何がですか。目に。いや来ないですね。距離ってあるんだね、やっぱりね。あまりこういう風に立ち入らない方がいい距離ってあるんですよね、やっぱり人間関係と一緒で。こんな感じになってます。目がこんな感じです。続いてエリンギ、えのきを切っていきます。手で好きな大きさ、私結構歯ごたえが好きなのでこのぐらいの分量で裂いていきます。ましたとさ、はい、続いて水菜です。こんなにいっぱい水菜が入って嬉しいな。結構ギリギリ私は使っちゃいます。結構豚肉とこう一緒に食べていく形になるので、ある程度長さ欲しいです。拳分ちょっとぐらいはしてください。まあお好みなんですけどね。4等分ぐらいか。もう2束いきます。それでは今日のメインイベント、ハマチ違うんです、カンパチをおろしていきたいと思います。これはさっき神経締めをしてもらったので、実はまだ身が硬くならない一番いい状態でここにいます。ヒレを切っていきたいと思います。さばくとき必ず魚はヒレがあると、あの鱗引くときに手に刺さって危ないので必ず切ってください。まず背びれ、ここにもちょこってヒレがあるのでこれも切ります。これキッチンバサミでやった方がいい。でここのヒレも、で今度はここ、結構硬いんでヒレ気をつけてください。で今度はここ、いっぱいヒレがあるんですね、お魚はね。痛いでしょ。そしたら反対側も切っていきます。ここはちょっと取っておきます。この方が掴みやすいので。本当に神経締めしてるんで、もう数時間経ってるんですけど目が死んでないんです。ってことは身は生きてる。すごいですね。そして続いては鱗を引いていきます。これ家でやる場合ちょっと流水すると鱗が飛ばない。結局これ家でやるとお魚って結構鱗が飛ぶ問題があって、それでも飛んじゃうんですけど、だんだんほら光って優しく、かつちょっとしっかりめにここの間。いや今日は本当にこんないいお魚が手に入って嬉しいな、ね、前回のあのタイからかなりレベルアップして、ちょっと結構しっかりめにやんないと。この下のところも結構お腹のところもあるんで、こんな感じかな。初めて私この魚さばくんですけど鱗がちっちゃいです。こんな感じです。これ引いた後、これ引く前、こんな感じ。そしたら今度は内臓を取り出していきます。下のヒレとここのヒレのギリンとこいきます。
斜めに入れてみた。こんな感じ。今度逆向きにして。いきます。ね、魚さんだからさ、命いただいてるから、なるべく。うわ、硬い。硬いっす。あれ、硬い。背骨が。めっちゃ硬いです。これは後で取っていきますね。今度はもうちょっと薄皮みたいになってる内臓のね、膜を切りますね。この骨沿いに血合いがこれ溜まってるんですよ、こっち側も。これをちゃんと取っとかないとお魚が生臭くなるんで取っています。で、取り方としては流水で流しながら、これ歯ブラシです。なんかホテルの歯ブラシとか新しいの使ってくださいね。で、こうやってゴシゴシ中のこの赤いところ洗っていきます。まあこんな感じ、骨からちょっと離れてだいぶ綺麗になったと思うので、あとはここちょっと切ってからまたやりますね。今度は腹からこっちに切っていきます。穴が開いてるんでちょっと、黄色いのはまあそんな気にしない。だいたいこんな感じです。愛おしいです、かわいい。ごめんね、なんかエミちゃん、そんなに見つめないで、僕食べられるの悲しくなっちゃうからさ。でも美味しく食べてね。よかった。ドドン、出ました。ついにここまでやってまいりました。ここからカンパチちゃんを3枚に下ろしていきたいと思います。さっき水で濡れてたんですけど、ちゃんとキッチンペーパーで水気をよく拭いてください。じゃないと身がちょっとなんですかね、だれてきちゃうので、必ずキッチンペーパーとか綺麗なタオルとかで拭き取ってください、水分をね。そしたら腹からいきます。これほんと難しいんですよ、裏に行っちゃうことが。あんまりね、強くやっちゃうとなんか身が崩れてしまうので、でここ背骨のところまで来たんですけど、ちょっとずつ身を剥がすんで、今ここ中心に来ました。大体そうするとさっきの血合いみたいな雰囲気が出てくるんですね。これぐらいまで入れていいんじゃないでしょうか。そしたら反対側いきます。また今度は背側から入れていきます。最初はやっぱりこの線をつけるっていうイメージでと言われました。上げすぎると身が崩れちゃうので、そしたら真ん中にちょっと薄が残ってるみたいな感じになってるんで、いこうに、ここから引いていきます。ういじゃじゃーん、身があんまり残ってない。
対側もやっていきます。今度は背から開いて腹側の身も開いていきました。でそうするとここに到達します。ちょうどこの頑張らと言われているここと背骨のところ、これ切り外すのがねちょっと難しいって思うかもしれないんですけど、意外とこうコツをつかめばっていう感じらしいんですけど、ここにこの背骨のとこねのちょうどこのところにガリガリってちょっとあまりズブって入れると身が全部いっちゃうので、こんな感じでこんな感じ入れます。そしたら今度はまたさっきみたいにこんな感じ入れて引いて、はい、できました。ありがとうよ、お魚に本当に感謝です。もうなんか今日これで一緒にベッドで寝たいぐらい愛おしいです。ありがとね。はい、そしたらここに骨が、大きな骨があるんですけど、これを取ってこの頑張らを書いていきます。取る、あ、書くっていうのは取るっていうことで、この場合ね親方たちから教わったのこれ逆さ包丁で、結構この筋と骨がしっかりくっついてるので、縁側みたいなところなんで、あまり身を取りたくないんですね。だからそれは、あとは、はい、これ、まあ、ラインあるんですけど、あんまりギリギリを攻めると背中の骨が残ってしまうので、ちょっと切り身っぽくなってきましたね。今度は皮を引いていきます。もうなるべく身を残したいのにギリギリ、この辺くらいからちょっとずつ斜めに包丁入れて、難しいんです、私まだそんなできないんですけど、これね、この時点からデバではない包丁で、それこそ今日買ったあの柳包丁で本当はやるんですって。これ、はあ、いい感じ、この感じちょっとね赤み取れちゃいましたけど、深くやりすぎると皮が残っちゃうから、いけたか
かしら、うん、そして身の方はこんな感じです。ここからお作りを作っていきます。こちらから切っていきたいと思います。ひら作りというお作りを作っていきます。これね、レバ包丁でやるんじゃないんです。本当はこれ、本当はね、柳包丁だとスーって1回でいけていい感じなんですけど、今日はこれで勘弁してください。こんな感じ。やっぱり一手でいけないよね。大きさがだんだん変わってきましたね。そしたら今度は違う切り方もしていきます。ちょっと大きいとこれ結構薄く切ります。どうでしょう、どっちが美味しいかね、このお魚の場合。ちょっと私も初めてカンパチをおろすので、初めてのカンパチのお作りになります。一つは薄作り、一つは平作りで挑戦してみました。これで昆布でちゃんとお出汁を取っています。一回沸騰させてます。もう少ししたら取り出して、あとは鍋の具材を入れていくだけなんですが、最後にお肉を切りたいと思います。結構な量のお刺身ができたので、薄作りにしたやつはちょっとこのカルパッチョ風を作ってみようかなと思います。私このお塩が大好きなんですけど、このお塩で味付けすると何でも美味しくなります。この中には食塩、昆布、干し椎茸、干しホタテ貝が入ってる。だから出汁がすごい入ってるお塩なんで本当に美味しいです。これをまずつまみぐらいかな、軽くこんな感じにします。そしたら今度はここに胡椒をかけていきます。もうこれもお好みです。おっと、来たね、びっくり。そしたら今度はオリーブオイル、エクストラバージンオイルです。あ、急にすごい出るねで、そこにこのレモン、カットレモン、まあ、ちょっとこんな感じで、はい、カルパッチョ完成です。これは 300g ぐらいあるんですけど、まあ、これ一人だとちょっと多いんで、今回は 300g 使います。半分ぐらいでいいかなと思います。こんな感じで、油、水菜なんでした。すべての食材が揃いました。刺身からいただきます。まず薄い方からいただきます。ちょっと爆発する。生命力感じる美味しさです。じゃあ次は今日初挑戦したひら作りの方をいただきたいと思います。またフフフする気を取り直していただきます。めちゃくちゃ美味しい。生きてる魚を新鮮にいただくってあんまないじゃないですか。むちゃくちゃ美味しいです。じゃあ今夜に乾杯。続いてはこの煮えたぎっているお鍋の中に具材を入れていきたいと思います。もう家なんで手でやっちゃいます。もう全部バラバラ
にちっちゃくなりますので結構たっぷり入れちゃいます。もうさっきねお昆布は取り出しました。ちょっと煮えてきたので豚肉を乗せていきます。どんどん乗せていきます。こんな感じでちゃんと煮ます。じゃあできたので入れていきます。いただきます。水菜豚しゃぶ鍋いただきます。やっと本当の夫婦ができた。うん、豚バラのお肉の脂とこの水菜のシンプルな感じがとってもあって本当に美味しいです。めんつゆバージョンで食べるっていうのもあってそっちでも試してみたいと思います。うん、あっ怖いけど美味しいです。あーこれ絶対2つ用意した方がシンプルだけど美味しい鍋です。試してみてください。あとおまけに今日白子を買いました。でこれはあの生食用で食べれる白子なんですけどお湯にくぐらせてもう本当にさっとでポン酢をかけてあります。日本人でよかったな。ということで今日も美味しく命をいただきました。今日はまた美味しいお酒を飲みながらこれを楽しみたいと思います。乾杯。